中盤大きいですね、この5本は。2ポイントリードに変わりました高齢期。ゲームカウント2対1、こちら龍谷亮がリードしていての第4ゲーム。汗ですかね。そうですね、ちょっとボールがスリップしたか何かあったんでしょう。5本ごとじゃないけど本当は本当はそうですね、はい、使えないんですけど、ね、リードそして逆転されて追いつき返しました龍谷亮。ゴティンノール、強気ですね。これで2ポイントリードになりました高齢期。高齢期いい気合が高齢期の日についた感じですね、はいはい、ああその通りです。今のはフォアからフォアへのボール、このボールに上がるのと沈むのと2つあるんですね、リードされていた高齢期ですが、サーティン・トゥエルブと逆転して現在リード。あっさりそれは奪い返しました。取って取られて取って取られてっていう格好になりましたね、はい、さあファイナルゲームで優勝が決まります。勝てば初優勝という両選手です。そして13-8、高齢期が 13-8 と5本リードの場面からご覧いただきましょう。龍谷亮のサーブ、8-14 今9-14になりましたが、野広さん、そうすると、はい、まあ、なんて言いましょうか、第4ゲームの中盤からですね、はい、この高齢期、ユニフォームが逆さまになりまして、こちらが紫になりましたけどね、ね、リズムをつかんで逆転しましたよ ね、 そうですね、その流れのままこれファイナル来てるんですかね、ここまでが。その通りですね、はいはい、ちょっと気を抜いたというか、粗末に扱ってっていうか、うかつにやったというか、2、3分あったんですね、12対6のリードの後、ああいうことやると崩れたら困るなと思いましたが、やっぱりそのまま、崩れてますもんね、龍谷亮選手。大きくリード、17-9、17-10。そうとして18-10。19-10です。中国高齢期が初優勝に近づいていきます。わあ見事。
マッチポイントが来ました。見事です。打ち抜きました。フォア初優勝を飾りました。ゲームカウント3対2。19歳の高齢期、中国シングルス1987年高華陵以来のチャンピオンの誕生です。敗れましたが龍谷陵、なかなか切れ味のいい、まあ、思い切りにプレーがありましたよ ね。いやしかし18歳と19歳、勢いだけで来た決勝かと思いましたが、実力も見せてくれましたですね。まあ、男女ともシングルスはファイナルゲームまで行く。